こんにちは、後付けのガミくんです。今回はビーラ究極で弁慶の壁ドンをぶちかましてきました。で、なんで貴族性のクエで非属性の長飛ではなくて貴族性の弁慶なのかっていう話なんですけど、属性倍率 1.5 倍なので貴族性の長飛の殴りと底力の発動した弁慶の殴りって大体同じくらいになるんですよね。 1.5 倍、底力は 1.5 倍なので、だからより火ダメが大きく受ける弁慶の方を採用して使ってます。曹操は誰かがビーラ究極で曹操の壁ドンをこんな感じで使ってみたみたいな動画を出してたような気がするんですけど、探しても見つかりませんでした。誰か出してたような気がするんですけど。というわけで曹操は今回使わずに弁慶を使ってやってみました。で、昨日極みの方で長飛の壁ドンでぶつけてみたみたいな動画を見たんですよ。やられたなって思って、いや自分はもう究極しか考えてなかった、究極でいかにぶつけるしか考えてなくて、あ、極みもあったのかみたいな、そんな感じのちょっと思いが出てしまいました。極みでやればよかったなって。究極は今これぶつけますけど、まあ結果はねちょっとお楽しみください。東北の武蔵坊そのこと遺産まれる。で、1億4000万ダメージですね。確かビーラの合計 HP って2億2000万くらいだったので今の2倍のダメージを出せればいけましたね。なので地雷を持って同じことができればワンパンできてました。というわけで次回頑張ります。バイバイ。